どうもアガポンです。今回は古の大石窟のボスダイルオーマの攻略です。それでは早速行きましょう。はい、ダイルオーマは複数の腕があって、これが弱点であるコアを守ってしまうので、まずはこの腕から対処していきます。どうするかというと、鞭を装備した状態で近づきすぎず離れすぎない、このくらいの間合いで腕の叩きつけ攻撃を誘発します。この腕を振りかぶるモーションが叩きつけ攻撃なので、これをかわして叩きつけられた腕に鞭を使って引っ張ると腕を引き抜くことができます。同じようにしてどんどん腕を引き抜いていきます。で、このモーションは前方への攻撃なので、一旦後ろへ避けて、で適度な距離に詰めて叩きつけ攻撃を誘発すると、で抜いていく感じですね。これ今4本目は間に合いませんでしたね。4本引き抜くと弱点のコアに攻撃できるようになるので、ここで剣に切り替えて一気に攻撃を打ち込んでいきます。コアへ攻撃すると腕が元に戻るので、これを繰り返して攻撃していく感じですね。この斧飛ばしはですね、軌道が読みにくいんですが、バックステップをしつつ離れて回避します。で、あとは同じように腕を抜いていくと、でコアへダメージを与えていくと第二形態に変化します。第二形態も基本的には同じで、叩きつけ攻撃を誘発します。で、このモーションはゴブリンを召喚されるので邪魔なんでね、先に倒しちゃいます。で、このくらいの距離で叩きつけ攻撃を誘っていきます。で、腕を振りかぶった叩きつけ攻撃をしてきたら、鞭で腕を落とすと、今これ複数の腕を引っ張りましたが、この時引っ張るのは1本だけでも大丈夫です。で、腕を引き抜くとですね、ダイルオーマが持っていた剣も一緒に落ちるので、この剣をですね A で持って、でタイミングを見て、これで足を攻撃します。すると足部分がバラバラになって、かつコア部分が攻撃できる状態になるので、続けて攻撃をしていくと、第一形態と同じようにコアへ攻撃すると腕足が元に戻ってしまうので、これを繰り返してコアへの攻撃をしていく感じですね。このあたりのポイントを押さえれば倒せるかと思います。はい、この動画少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたピッ。